ホンダは中国で来年春に発売する EV 電気自動車を発表し、現地での開発・生産を加速する方針です。ホンダは昨夜、来年春に中国でホンダブランドとして初めて発売する SUV タイプの EV2 車種を発表しました。今後、EN シリーズとして中国国内で開発・生産した EV を5年間で10車種投入し、中国から他の国への輸出も計画しています。再来年の稼働を目指して、中国に EV 専用の工場を2カ所建設し、2030年以降はガソリン車の新モデルの投入をしない方針も明らかにしました。井上克志中国本部長は、中国でリードする車を作れば世界で通用すると話しています。